失敗したら会社終わるようなプロジェクトで本当にリスクを使ってみたと題しまして、ヒカネックさん、発表をお願いいたします。はい、ありがとうございます。これ仕事だったら本当に終わってます。はい、ヒカネックです。何の因果か15年ぐらい地図とか GIS のソフトばっかり作っています。現在は全員データコム様と一緒にお仕事させていただいて、L4U はその仕事を楽にするために開発しました。渋谷リスクの1回目のテックトークで、まあ、その時はまだ海のものとも山のものとも知れない L4U についてちょっと夢を語らせていただいたんですけれど、ちょっと夢だけじゃなくて本当に半年間開発を使ってきて分かったことを発表させていただきます。L4U、括弧仮名です。L4U の基本設計、リスクプラスアーランプラスコストゲインの、この場合 Java なんですけれども、これの融合っていうのがドンピシャにうまくいきました。メッセージパッシングっていうのはものすごく並列化には便利で、デッドロックとかそういうのとまあ無関係で、同期とかもしないで、並列化が超やりやすくなりました。で、いろいろと便利なんですけれども、すべては L4U で記述できるほど性能は高くないんです。これは主にスピードの問題で、コンパイラーがあれば全て L4U で書けるかもって感じです。携帯で作るんでなければ僕はJavaScript に変換して、あとは JavaScript のコンパイラーとか V6 とかで補足化してもらいたいなって思っているところです。で、基本は Java なんだけれども、部分部分はメタプログラミングで S 式から Java コードを生成して作っていたりします。で、これが大問題なんですけれども、あるゲーム会社が L4U という商標を取っているんで、これ名前変更しないといけないかもしれない。まあ僕としてはですね、これたくさんお布施してるのがいいじゃんって感じなんですけれども、まあどうなるんですかね。L4U の最大の変態の部分、遠い項部分なんですけれども、デファンバーとか、セットびっくり、イフとか、これだけアルゴルっぽくなるだけ、アルゴルっぽくするだけでもだいぶ印象が変わります。複雑な遠い構文っていうのは、L4U とかリスクに慣れてくると使わなくなるんですけれども、これはいつ使っても便利です。で、遠い構文っていうのは初心者には絶対必要だと思います。なぜかって言いますと、どんな人だって初めて会った時、すっぱだかだったらもう女性に走って逃げられます。リスクの確保っていうのはそれぐらい恐ろしいもので、今苦労していることっていうのはですね、ゲームを作ることより開発環境とかライブラリーを作る方が大変です。あとドキュメント書くのも超めんどくさいですね。書いてないですけど。クライアントとサーバーの両方をメンテしていくのがこれまた大変です。クライアントが完成してからサーバーに手をつければよかったんですけど、もう非常に苦労しております。で、エディターは作りかけになっちゃいました。で、いつの間にか皆さんひでまるとかで作っててですね、僕自身 M エディターで書いてるんで、まあ、いいのかな。で、実際に製品を作り始めると、そっちにばかり手がかかって、開発ツールまで、手が回らなくなってしまいました。で、クライアント、携帯の方、アプリなんですけれども、皆さんいわゆるリスクっぽい使い方をしていないです。そもそも皆さんあんまりリスクを知らないで作ってて、JavaScript っぽいプログラミングをしています。それでも、ちゃんとしたプログラムが作れているんで、まあ、それはリスクの素性の良さなのかなと思っています。で、スクリプトや画面デザインにスマーティーっぽい便利な機能とか使いまくっているので結構遅くなっています。便利機能の出力結果を直接使えば速くなるんですけれども、で、これは C や Java とかでプログラムを作ると、プロトタイプを作るのが遅くて、作ればそこそこ速くなるっていうのを、速くなる。L4U ではプロトタイプを作るのが早く、後で再適化を頑張らなくてはいけない。これはポール・グレアムが言ってることをそのままになりました。で、やっぱりメタプログラミングというのが大変便利だと。リスクの強さっていうのは、この括弧だらけの、まあ、メタプログラミングなんじゃないかなと思います。サーバーではですね、頑張って L4U サーバー作ったんですけど、仕事ではですね、インストールさせてもらえないくなってしまいました。やっぱり実績を積まないと怖くて使えないということがあります。で、とりあえず既存のサーバーから結果だけ S 式で返ってくるようになってます。でもめんどくさいんで、結局 CSV や JSON も直接読めるようにしてしまいました。L4U のサーバーっていうのは動いていますけど、まだ JSP レベルで、
まあ、そのうち核話を超えることを目指して頑張るつもりです。でいろいろアーランっぽいんですけれど、まあ、そこまで堅牢じゃないんです。かなりあの課題はたくさんあります。でもうひたすら、もうガラパゴス諸島で何が悪いと独自路線を突っ走っているんですけれども、これは主にサーバーではなくてクライアントで実行されるっていうのが、ポイントです。これは、サーバーで実行されるコードだったら、関数がメインになるんでしょうけど、これは S 式がメインになってるんで、こういうクワジスマーティみたいなテンプレートエンジン使ってたりします。はい。はい。なりました。はい。じゃあ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。質問がありましたら、挙手の方お願いします。はい。前の発表で、なんか、レプルをやりたいみたいな、リードエバルプリントループを携帯でやりたいという話があったと思います。はい、それは動いております。それは他の方もすごい使っているという感じになるんでしょうか？いや、僕も使ってないんで。すいません、あるのはあるんですけど、あんま使ってないですよ。結構単体テストができるような形になってるんで、わざわざそこまで実機上にこだわらなくてもなんとかできるようになってます。はい、ビタメックスさん、ありがとうございました。